皆さんこんにちは。こんにちは。フィスボート74回クルーズ未来チームと言います。本日はご来場いただきありがとうございました。ありがとうございます。今日は僕たちが見てきた北欧の社会とこれからの日本の暮らしというテーマでお話をさせていただきたいと思います。僕たちはピースボートという船に乗って地球一周をしながら北欧の社会を見てきました。そこで、3.11 以降本当にテーマやってた脱原発ということについて本当に進んでいて、それで本当に素敵な暮らしをしている人たちがそこにいたので、僕たちが感じてきたことを等身大で皆さんにお伝えできればなというふうに思います。予定としては60分ちょっとこちらからお話しさせていただいたので、30分最後にちょっとワークショップをやりたいなというふうに思っています。90分と少し長いですけども、皆さん飽きさせないようにですね頑張りますので、よろしくお願いいたします。はい、早速ですけどもクイズです。これ何でしょうか。これ何だと思いますか。この白い物体、ちょっとなんかアイデアとかある方っていらっしゃいます。もうその通りです。一回目で当てられてしまうと。そうなんです。これスウェーデンの、ある環境に配慮した町にあるゴミを入れる箱なんですね。でここにゴミを入れると時速70キロでゴミがシュッ飛んでって、ゴミ捨て場まで飛んでいくんです。でゴミ処理、例えばそれはゴミ処理学場に行って、その熱で地域暖房をしてたりとか、しかもその熱利用率が 90% なんです。そうですね、こうしたすごく夢のあふれる町に僕らは行ってきました。だからこの写真、これ Google マップで僕たちが訪れたコペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンという街を写した写真なんですけども、ちょっと見にくいんですけども、ここに白い点々がこういうふうに海の上に並んでるんですね。この白い点々は一体何でしょうか。すごい、はい。ね、さすがの皆さん、もう何も言うことはありません。続きまして、これちょっと船に一緒に乗っていた田中優さんのスライドをちょっとパクってしまったんですけど、これも素敵なのでちょっと皆さんと共有したいです。この写真は、何だと思いますか。温泉プラス、そうなんです、これアイスランドなんですけども、温泉地に地熱発電を作ってるんですね。